여러분 안녕하십니까? 今日はね 通訳の授業でベルトを巻くっていうのが出てきたんですね。で、巻くが、まあ、辞書を見ると3つぐらい出てて、ちょっと迷うんですね。ベルトを巻く、皆さんどう思いますか？これはね、後で言いましょう。まずね、カムタっていうのはね、ぐるぐる巻く。まあ、代表、包帯で覚えておきましょう。包帯って皆さん何て言いますか？これね、日本語の漢字の包、包むっていう漢字を思い浮かべると、ポーになってしまうんですけど、ちょっと違うんですね。プンデと言います。日本語で包帯っていうと、こう書きますよね。こう書くと、ポーになってしまうんですが、韓国語の包は、こう書くんですね。ですからこれでね、プンデとなるんですね。だからポデと思わないでください。これ本来はこの漢字でプンデを日本語が簡単にしたんですね。大用字による漢字語のズレですので、プンデルカムタ、これ農家ですね。カムタと覚えてください。それに対してマルダというのはケランマリとかありますけど、このぐるぐる巻き込んでいく形、円筒状のものを巻く、まあ金箔、これまあケランマリ、なんとかマリってありますよね、お料理でこの巻いてるものね、そういうもので覚えてください。でそれに対してトゥルダっていうのは、このマフラーとかね、こう身にまとう、ふわっと軽く身にまとう、そんなイメージなんですね。ぐるぐるきつく巻くのはこっち、なのでベルトはトゥルダですね。これは代表は、まあマフラーで覚えましょうか。もっとりふわっと一重、あまりきつくぐるぐる巻かない、身にまとうっていうのがトゥルダですね。以上、巻くでもいろいろあってちょっと迷うんですけども、これ代表で覚えておくと使い分けしやすくなると思います。覚えておいてください。